生き生きとスポーツに熱中する子どもたち、輝く瞳、きらめく笑顔、この宝石のような子どもたちを悲しみや苦しみから守るのは私たち大人の責任です。子どもへの暴力、怒鳴ったり子どもの心をひどく傷つける態度、食事を与えないなどの育児の放棄、こんな子ども虐待をなくしましょう。このオレンジリボンキャンペーンの輪が広がり、一人で悩まなくても大丈夫という私たちのメッセージが、より多くの大人や子どもたちに届くことを祈っています。私たちツーゲン金沢も、子どもの虐待がなくなり、子どもの笑顔があふれる社会になるよう応援します。